思い出してみたら、この猫の目的っていうのは、はぐれちゃった仲間の猫と再会することなんだよね。だからもう猫的にはすぐにでも会いたいと思う。もう寂しさで限界突破しそうになってると思う。すごい悲しそうな声に聞こえるよね。だから仲間の猫と再会できるまでから急いでもう駆け抜けていこう。じゃあやっていこう。いけいけいけ、これだろ。いけ。もっとスピード出ないのか、これ。ルーフトップ。急げー。え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。痛い、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 ここでしょ。来るな。ああ、これすら避けられない。え、このゲーム死ぬとかあるの？行きましょう。ここだ。走れ。おお。行け。やめて、やばい。やめろ。やばい。うわー、難しい。入れて、すぐに、違うな、倒す。よし。うわー、やばい。次は？やろやろ。なるほど。うわ、耐えろってことか。オッケーオッケー。下に来るまで耐える。うまい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 。やばい。落とせ落とせ落とせ。やばい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 。オッケー。さらば。それそれ、こんなとこで足止め食らってる場合じゃないんだ。すがってくんな、落ちろ。オッケー。トランシーバーをここに置く。ポンチョはどうすか。すいません。これで上層部と通信ができるようになるということだよね。早く仲間に会いたいね。見てください、美しい景色です。思い出しました、街、それはシェルターのことでした。星のように見える光は、街を封鎖するための金属製の屋根なのです。あ、そうなんだ。人間は自分たちをアウトサイドから守るためにシェルを作りました。しかし犠牲も大きいものでした。誰も脱出できなくなってしまったの、できなくなったのですから。アウトサイドは大惨事でした。植物は育たず人も住めず危険なだけの場です。でも、もしあなたがそこから来たのでしたら、また安全な場所になったのでしょうか。私の約束はアウトサイドへ行くだけではありません。行って街を解放する約束もしたのです。なるほどね、ビージュにも使命があるんだね。なぜ一部の記憶だけが蘇り、他を思い出せないのか、理由はまだわかりません。でもこれだけは確かです。私は街を解放する約束をしたのです。戻ってももを探しましょう。トランスミッターには接続されています。助けを求められるはずです。 OK。 じゃあ戻ろうか。スラムパート2。